タクシーの事業に関しては進めていくことができません。もうこれ不可能ですね。売上を上げ続けられるか不安です。俺がもう自分で運転してるんだよね。運転手解雇です。このチャンネルは人生を変えることを決意した奥越社長の養成記録である。今回密着したのは宮上瑞希さん。以前北原が運転手を募集した際に北原と面談し、そこから運転手として活躍していたが、今では株式会社北原貴彦の社員としてイベントや合宿などの運営をサポートしている中で、起業家としても北原の近くで日に日に成長している。今回瑞希さんと今後の方向性を話したいとのことで密着した。僕の運転から始まって今では、イベントのサポートなどもねご依頼させていただいて非常に助かっております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あの時ねちょっと入り口でお話ししていたタクシーの方のねビジネスを立ち上げる方向で進めてみませんかっていうことをお話しさせていただいたんですけど、僕と一緒にタクシー会社立ち上げませんか。構想的にはあるんですけど、あのタクシーの事業に関してはもう完全に需要と供給がコントロールされてしまっていて、あのタクシーを増やそうと思ってもこちらの意図でタクシーをガンガン増やしていくってことができないので、規制がかかっているのでタクシーの事業に関しては進めていくことができません。もうこれ不可能ですね。わかりました。はい、なのでちょっと難しいんだなと思って、そこからではなく、じゃあ瑞希さんの持ち前の行動力とかねをベースとした商品を作りましょうよということで今活動をしていただいております。はい、今日お話しさせていただきたいのが、ちょっと今後の瑞希さんのあと方向性についてのさらにすり合わせと給料規定に関してちゃんとこのパーセンテージを決めて、それをちゃんとお伝えしていきたいなっていう思いがあるので、でそしてそれが瑞希さんにとっても、未来将来性がものすごくちゃんとあるような形で生活がね、ちゃんと守れるような規定にしていく必要性があるなと、でちょっとそれを、お伝えさせていただいて、ご理解いただけるのかどうなのかっていう部分をちょっと向き合っていただきたいなと思ってます。はい、はい、じゃあケイさんちょっと決めたものをちょっと瑞希さんの方にご説明いただけますか。はい、ありがとうございます。日々お疲れ様です。北原のマネージャーである山田さんから今後の歌舞伎田で働く上での給料面の話が出る。でこれって結局、多分ですね、その会社側にほとんど利益って残んなくなってくるんですよ。マジでそうだと思います。なぜならそこに対して瑞希さんの活動に対して経費はこっちが持ったりするので、歌舞伎田側に利益がないのにもかかわらず瑞希さんに好条件を出す北原の狙いとは。じゃあなんでやるのかっていうと、そうですね、やっぱりしっかりフロントマンとして、活動してってもらいたいっていうのと、まず瑞希さんがしっかりお給料をいわゆる一般的な平均よりも実力でちゃんと取れるようになってってもらいたいっていう。今、瑞希さんにご依頼させてもらってるのって労働集約の部分が大きいと思うんですよね。イベントのサポート、はい、でこれって多分 もっと賃金下げようと思えばアルバイトで解決できるようなものだと思うんですよ。はい、でもやっぱりじゃあアルバイトさんと瑞希さんの違いって何なのかっていうと、フロントを張れる可能性がものすごく高いっていうのと、僕の中では一周回ってる人なんですよね。一周回ってるっていうのは一回自分で起業したことがあるし01も立ててきたことがあるけど、だけどやっぱり組織でやるっていうことを、ちゃんと全てを理解した上で組織の方でやるっていうことが分かっていただいてる方ってやっぱり僕は見ていて安心なんですよね。はい、瑞希さんがこの先月100万200万って自分で売り上げてもプロダクトを瑞希さんは壊してしまう可能性があるじゃないですか。ね、あの一番最初にお会いさせてもらった時、自分は瑞希さんは01は立てられるけど作ってきた事業をどうしても叩き壊してしまう習慣があるっていう、そこに対しては一緒にやっていくことによって改善して差し上げることができるから、一緒にやりながらね、まずしっかりといわゆる平均的なお給料よりも高いところまでちゃんと実力で取りに行っていただいて、はい、僕が瑞希さんにちゃんとコンサルティングサポートアドバイスも入れるし、でここに関してはお金をいただかないでしっかりアドバイスさせていただいて、まず瑞希さんがしっかり育てていただく、
はい、で水木さんは自分でちゃんと売り上げていただくというような形になっていただけるといいんじゃないかなって思っています。はい、このあたりどうですか、認識。売上を上げ続けられるか不安です。なんだろう、本当売り上がってないのにいただいてばっかりになってるなっていう風に感じたら一生懸命やっていただきたいですね。多分ですね、今水木さんにその労働だけやっていただいてる部分だけ、運転手っていうのを省いて労働だけの部分で言ったら、多分ご依頼させてもらってるものってアルバイトと構成すると多分ね 7,8 万で済むんですよね、お仕事的には。だけどじゃあ何が違いのかっていうと、人生を交差させていきたい一人であるっていうのが僕の中であるわけですよ。だからアルバイトっていう形で8万円でやっていただいて、他のところでアルバイトしてどこかに時間を割くぐらいだったら、うちでしっかり生活の最低保障っていう部分をね持たさせていただいて、そこでしっかり学んで、その代わり空き時間ちゃんと行動していただいて、ご自身の生産力を持ってってもらって、うちのフロントをちゃんと張ってってもらいたいっていう思いがあっての、まあ、先行投資みたいなもんですよね。だからその成果を出すってことに対して、そのプレッシャーをちょっと感じてもらいたいと思うんですよ。はい、いい意味で、弟子区画の人たちとかメンバーさん区画の人たちとかもそうなんですけど、競い合ってもらいたいと思ってるんですよ。だってこんなにもこう触れ合う期間が長いし、事業構築を手伝ったりする瞬間もあるじゃないですか。でこれって他の方々は顧問っていう区画でお金を、大金を払っていただいて取りに来ていただいていることを、水木さんに対しては、まあ、将来人生交差させるからということで、そこを僕は先行投資だと思って、お給料を出させていただきながらやらせていただいて、かつティーアップもしてってるっていうような状態なんですよね。そこに対して水木さんがチャンスだって思ってもらえれば、人生上で何回あるかわからないチャンスが今降りてきてるって思いながら、挑戦してってもらいたいって、本気でやってってもらいたいって思ってます。 OK ですか。はい、はい、じゃあなんでそもそも運転の回数が減ってきてるのかとか、運転の回数が今多分月に1本あるかないかとかで、まあ今後もねどうなっていくか分かんないですけど、なんでだと思います？なんで、はい、当初は北原の専属運転手として東京長野間の長距離運転を任せられていたが、今では月に1回あるかないかになっている。ここにも北原のある狙いが隠されていた。運転っていうスキル、まあ運転っていうスキルもめちゃめちゃスキルが深いものだと思うんですけど、僕らが水木さんこうなってほしいなって思う挑戦って、よりもうちょっと複雑な挑戦になってくると思うんですよね。それができる可能性が高い方で、さらに大きな事業を作れる可能性が高い方に、なんか僕のね運転をなんかさせとくのはもったいないなと思っちゃうんですよね。だったら俺運転しようかなみたいなことになっちゃうんですよね。だから俺で結構ですね、俺がもう自分で運転してるんだよね。なのでよくよくは運転手解雇です。なので完全に運転手を解雇されることを目指してもらいたいなと思ってます。なのでまずね、お給料で50万っていうのを目標にしていただいて、でしかもそれが激務じゃない50万を取れるようにしていただいて、挑戦しながらの50でね、はい、で年収で1000万ぐらいを、もらえるようなレンジに2年以内ぐらいになってほしいなって思ってます。例えば単発で3ヶ月に一遍100万から200万売上げ上げるっていうのはそんなに難しくはないんですよ。やっぱりそれって3ヶ月に1回のセールスを思い切ってやるっていうようなやり方になってくるんですよね。で僕がこう水木さんにやってもらいたいなと思うのは、3ヶ月にこう思いっきりセールスしなくても毎月100から200ぐらいの売上げが自然の運用で入ってくるっていうような状態を作ってほしいと思ってるんです。今はねまだそこまで行ってないので、まずは1年2年かけて行ってほしいなと思ってます。多分ですね1年もあれば月売り100、200っていうようなのは、まあ、単発だったらコントロールして出せるようになってくると思うので、ゼロからじゃないですか、極論言うとね。はい、なのでゼロからでも、そこまでいけると水木さんだったら僕は思ってますので、やっぱり水木さんもうちの社員求める社員像で絶対条件としてるのは、やっぱノーって言わないのってすごい大事なんですよね。とりあえずやってみます、やれるとこまでやってみます、でできないですとかって基本言わないじゃないですか。はい、だからこれってめちゃめちゃ大事な条件なんですよね。それを持ってる人なんで、もう遅かれ早かれ行くなって思ってるんですよね。はい、
だからあとはその会社から提供させていただいている環境とか、まあ、お金もそうですし、僕の時間もそうですし、それらも含めてプレッシャーをちょっとずつちょっとずついい意味で感じていただきながら、フロント活動を一生懸命頑張っていただいて、お客様対応一生懸命頑張っていただいて、よりねたくさんのお客様に影響をね与えられるような人になっていっていただきたい。そしてさっさと完全に僕の運転手を離れるってところをちょっとやっていただきたいなって本気で思ってます。はい、 OK ですか？はい、はい、一個僕から質問よろしいですか？はい、こう水木さんが運転手解雇となれば、はい、今後北原さん運転手はどうするんですか？はい、いいところにお気づきです。はい、あのね、はい、水木さんが解雇された後の北原の運転手はどうなるのか。あの僕の運転手って、はい、育ってっちゃうんですよね。なるほど。覚醒してくんですよ、遅かれ早かれ。ほうほうほう。もうあの水木さんでお二人目なんですけど、はい、お一人目もですね、はい、あの起業してってしまったんですよ。なるほど。それはその北原さんともその運転中一緒にいるから、一緒にいてアドバイスしてこういうことやってごらんって成果出ましたみたいな、お世話になりましたじゃみたいなことが起きるんですよ。なるほどですね。だからそれがないように、あの元々一緒に生きていける人前提で運転手から育てていこうと思ったんですけど、はい、なんかやっぱりこう話をさせてもらったりだとか、一緒にこうサポートしてもらったりとかすると、はい、このご家庭にもちゃんと理解していただく能力があるわけですよね。はいはい、だからそれは多分水木さん の、うん、あの立ち振る舞いがご家庭で信頼していただいてるっていうのが一つと、うん、ものすごく旦那さんがご理解ある方っていうのと、うん、きっとお子さん方々も、きっと応援してくださってるんだなと思いながら、うん、余計ね運転手させてる場合じゃないなっていうふうに思っちゃうわけですよ。はい、だったらやっぱり運転手さんよりも早く成果出してもらいたいなって思ってくるわけですよ。うんうんうん、未来もあるわけですから、はい、そっちの方が豊かによりなるわけですからね。はい、まあ水木さんはなんていうんですか、めちゃくちゃいい感じでこう卒業を目指す。そうですね、めちゃめちゃいい感じで卒業してもらって、うん、そしてうちでしっかり売り上げを生産性を上げてもらいながら、うん、ちゃんとお給料の還元を受け取っていただいて、うんうん、まず生活を豊かにしていただくところまでまず行ってもらいたいなって思ってます。じゃあさっき言ったね、感じの北原の運転手さんはどうなるのかっていう部分じゃないですか。はい、なのでちょっとコロちゃんに明日僕車見に行くって言ったじゃないですか。はいはいはい、運転席と後部座席がもう完全にシャッターで確立されてる車買おうと思って。なるほど。俺ねじゃないとね、なんかね俺の性格上ね好きになってまうんですよね。はい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 。しかもその人がすごい表情豊かで表現豊かで、はい、あこの人能力高えやんと思ったら育ててまうんですよね。もしじゃあ仮にね3人目の運転手さんっていう風になると、もう個人じゃなくて会社さんに依頼しようかなと思って、ね、であのお名前もちょっと存じ上げないですみたいな人に運転していただきたいなと、はい、でそうするとですね、僕あの結構パーソナルスペースないとちょっとしんどいんですよ今度。そうですね、なんか接客しだしちゃうんですよ、はいはいはい、ありがとうございますみたいな、はい、っていう風になると、もう運転席とこっちの席が完全に確立されている車をちょっと買いに行こうかなと思っていて、はい、それを明日ちょっと車屋さんに見に行くので。購入ですね。はいはい。なんか聞いてると、はい、確かに実際にですね、テレジョンからもあの北原さんとかビジネス系のチャンネルに作るとあの起業しがちなところもありますので、やっぱりそうですね。あの翔ちゃんと僕の影響で、はい、ステージオンさんの中から起業的な感じで羽ばたいてった方っていらっしゃるんですか？はい、お二人ほど。すいませんでした。なるほど、なるほど。やっぱりこの最高の教育を受けてるわけですからね。もちろんそうでございます。なるほど。はい、まあでもなんかこう運転手さんの、はい、ちょっとなんかこう仕組みが変わっていく様をこう水木さんが入った時からこう、はい、見させていただくのはすごく面白いなと思って。はい、はいとさらなり、はい、これからじゃあ水木さんはどんどん売り上げ上げてっていう様も、はい、一緒にちょっと見せてお見せできるんじゃないかなと。そしてね、じゃあ水木さん、はい、あれですか、あの現状今水木さんが作ろうと思ってる稼働しだしてるプロダクトってどのようなプロダクトにしてってるんですか？起業したいけど、はい、やることは分かってる、勉強もした、ノウハウも勉強した、はい、だけど、はい、勇気が出なくて行動ができない、な行動が続かない、うん、はい、で結局成果がずっと出ないよっていう方に、うん、あのもう一度マインドからちょっとセットアップして、うん、で一緒にあの3ヶ月かけて伴走して伝えるってことですね。そうですね、伴走して、要はそうです、
不従事くんいらっしゃるってことですよね。水木さんにぴったりですね。何不従事してんのよっていうプロダクトですね。私が一緒に隣歩いてあげるからさっさとやることやるのよっていうことですよね。そのプロダクト出したらもう01は経ったんですか？まだ始まったばかりなんですが、はい、思ったより今3人の方見させていただいてるんですけど、思ったより進みが早くて、はい、結構商品とかは結構すぐできそうだなって。すごいですね。まあ、いい感じには進んでます。はいはい、その3名の方って無料でやられてるんですか？有料です。あ、じゃあもうすでに水木さんにとっても01は経ってしまったってことですか？はい、ありがとうございます。だからねそうなのね。だからね、やっぱね、はい、その僕月100万ぐらいだったら気合と根性、勢いと目の前のお客さんへの思いでいけるよって言ってるんですけど、あの典型的にやれちゃう人です。そうなんですよ。だから僕が例えば水木さんもガチでお金ちゃんといただいてコンサルしたら、はい、普通に6ヶ月で100万は確実にゼロからでも活かせられます。はい、典型的右脳っていう。そうです、典型的な右脳なんです。だから典型的な右脳って100まではすぐ行くんですよ、うん、簡単なんですよ、うん、非常に、はいはい、だからもう絵に描いたような人です、うん、あのもう完全に漫画で言ったら悟空ルフィです。なるほどね。余計なこと考えるなっていう、はい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 、でその積み上げたものが壊れないようにはこっちで考えるからさっていうような、はいはい、もうこれだけですね。すごいですね。はい、じゃあその3名の人たちの商品の、まあ、サポートさせていただいて、商品なるものの輪郭って見えてきましたか？見えてきました。はい、OK です。ディスカウントした、低価格モニターでやってるっていうことで合ってますか？合ってます。はい、OK です。ちなみに、じゃあ3ヶ月間の伴走でおいくらいただいてるんですか？モニター価格で22万円。お一人当たり。モニター価格で22万円、お一人当たり。ちょっと恐ろしいですね。ちょっと思ったより思ったよりすごい。それ制約したんですか？はい、ありがたいことに。おう、いや3ヶ月で22万円、はい、すぐ行きますね。すごいですね。100万円もすぐ行っちゃう、怖いですね、今ゾッとしました。ちゃんとやってね、マジで。モニター価格で22万円ですから ね、これですよ、成果出す人って。でもね、やっぱ実力ある人なんで。だってさ、ビジネスで今までいくつ事業立ち上げたんですか？5個ぐらいなんかやってますね。5個やってるわけですよ。で、そのうちの、本当に利益化できなくて赤字だったっていうのは1個ぐらいですよね、確か。プログラミングです。あ、プログラミングか。あ、絶対やっちゃいけないやつ。絶対やっちゃいけないやつじゃん。なんでプログラミングやりたい？すぐ諦めました。でしょ、はい、勉強して1ヶ月ぐらいだっけ。それ以外はある程度収益出してるわけですよ ね。収益出したところで飽きちゃったりとか、叩き壊しちゃったりだとか、暴走しちゃっただけですよね。ですよね、はい、なんかもうちょっとつまんなくなってきちゃったなと思って、新しいこと入れ出しちゃったり、混ぜ物事業にしちゃったってことですよね。だからそうなんですよ。だから事業構築っていう部分ではうまいんですよね、やっぱり。やっぱりその先が見えないので、はいはい、上というか、はい、やっぱり北原さんが次はこうだよって言ってくださらないと、はい、多分もう一人でも生きていけないと思う、はいはい、それは全然言えるので、やっぱりそこのね、水木さんのじゃあ強みっていうのはね、じゃあこの5つやったうちのプログラミングは挫折してるけど、まあそりゃそうでしょうね。絶対やるなって言いますもん、プログラミング。あなたはプログラムじゃねえって思いますもんね。でもこの4つって多分右脳系の勢いでいけてる事業だったりだとかだと思うんですよ。で、この肌感のコントロールでいけてるところを言語化しながらね。だけど水木さんの一番の商品ってこの5つ中4つの事業をある程度の利益をちゃんと生んだっていうのと、そこに対してこの行動力ですよね。行動力が備わってるから行くところまではいけちゃうよねっていう、そこなんですよね。だから水木さんのお客さんっていうのはその01をなかなか達成できないとか、一人じゃ行動できないとか、どうしてもこううじ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 考えすぎてしまって行動できないから、伴走しながら一緒に動く習慣をつけよう、動くってことを当たり前にしていこうっていうのが、まあ、水木さんの商品としてはぴったりだなってのは僕は思います。だからね、水木さんはこううじうじとか行動しない人に行動できるようなサポートっていうのは合ってますよねっていうのは、ちょっと僕どっかのタイミングで言ってるはずなんですよね。で、それがやっぱりこう的を得ていたってことですよね。で、そこに対してちゃんと形にして行動して、水木さんは速攻で動かれてるからそういう成果が出てるので、いや素晴らしいですね。はい、ちょっと驚きました。あの数字の報告いただいてなかったんで、はい、すごいなと思います。はい、じゃあしっかりちょっと進めていただいて、また成果報告っていうのは必ず、毎月1回は必ず1回以上はミーティングしていくので、必ず成果報告っていうのをしてください。
OK でしょうか、はい、じゃあ引き続きよろしくお願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、でもモニターで22万で制約させるってすごいですよね。その3名制約させたのか、本当は5人が良かった。その月ってじゃあもう単発で66いったってことですか。あとコンサルが1人入ったので、あ、制約ベースだと70万ぐらい。そういうこと言い出してるな。ごめんなさい、めっちゃ俺と思ってすぐ100いくやん。そのこと言ったらずっとのイメージがあんまりうまくないですよね。うまいです。大丈夫です。予約待ちにすればいいよな。発信しながらね、毎月100とか200とか300とかって毎月上げられるようになったら、もうそれに美月さん別会社作っちゃって、そこで CEO をやりながらうちで働いてもらうっていう感じにすると、お給料のアッパーを払いのけられるので、そんな感じでやってもらいたいなと思ってますので、はい、北原も驚くほど起業家として成長している美月さんに今後も密着していく。